楽しくて面白くて強いエアレが出ましたよ。しかもこっちもシーグルでブランカなんでね、これは面白いとしか言いようがない。はい、この後はまあこの組み合わせはまあゆっくりチャンスを狙ってもいいし、まあちょっとどっか一発当てたらそっから一気に行っちゃいましょうみたいな感じかな。ちょっと気絶溜まってるよ、気絶溜まってるよ、気絶しちゃうんじゃない、いいよ気絶しちゃうんじゃない。はい、おっとあと一発じゃないよ、おっとおっと、あーあー今のはいい前転、あれは時間稼げる。でももうこれだけでこんな状況やしね、というか桜芸様の前に行った方がいいよ。はい、いいね、ああいいな、うまそう、はい、素晴らしい奇襲効果が生きてるよ。あのね、この組み合わせは C ブラ結構いけるよ、下手したら A ブラよりいけるんではないかという説もあるからね。まあダメージの部分はあるけど、あーちょっときつくなったかな。あーいい、まあまあいいんちゃう、今のはあまあわざと食らわないかな、多分見てからされてまうから。とりあえずサイコクラッシュは打てないからね、サイコクラッシュは打てないんで、そう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 、技重ねまくってガークラ意識させての、まあぶっちゃけステップはそこまでいらんと思うよ。ガークラ狙ってまあ A やったらまた別やねんけど、 C はどっかになんかやってくるからそれの対応みたいな感じ。これっすよね、うまいよガークラ、やばいよ。はい、いいね、たまる前たまる前、おーい、お前坊ちゃんか色的にもこんな色やったっけじゃあいいね、まあちょっとあれですね、敵ながらゼノの活躍もここで見たいかなっていう気はしますけど、ああまさかの立ち逆境に見てから下共犯という新しい超反応を見れてましたけど、あでもここ大事、ここであんま瞬殺されると負けれるよ。おいいね、ちょっとずつでもいいから、そう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 、まあ、変なところで使ってくれるとね楽やねんけどね、まあでもああそうねそうね、使ってくれた、やったー、うん、走ってくるからガーキャンでもいいかなって気はするけどね、もうリードしてるし、おっとクロスからのメールかと思ったらジャンカルだったそうですあー惜しい、あーちょっとクロスさん変なメールキツネ君に送るのやめてもらいますいやこれね、ゼノちょっと頑張ったよ、ゲージあるしね、ただ勝つんじゃなくてゲージを貯めて勝ってるんが素晴らしい。おーっと、でもまあいいね、端寄せてこ、端寄せてこ、絶対ブランカ下がるからここで逃がさないみたいな動き、あまり詰めすぎるのも良くないよ、その辺、その距離、その距離、その距離大事そうやね、まあどっかで絶対めくってくる、ああいや、ゼノいいよ、いい動きしてるよ。やっぱね、ああいう電気を機能させ出す。お前は